インカムなしのデートなんて久しぶりだな。まあ不安もあるけど、気楽といえば気楽か。しかしだいぶ慣れてきたけど、やっぱ落ち着かないもんだよな。シド、ごめんね、お待たせ。時間ぴったりだよ。俺が早く来すぎたんだ。本当はもっと早く来ようと思ったんだけどさ、せっかくだからってちょっと服選びとか頑張っちゃって。どうかな、変？いや、似合ってるよ。本当？よかった。なんかさ、いつもならここでゆずるが何か突っ込んでくれるんだけど、今日はいないんだよね。なんか間が持たないね。いいじゃないか、かぐやと俺のデートなんだから。間が空いたって、噛み合わなくたって、それも二人のリズムだろ。行こう。今日はお前の究極で至高なデートを味合わせてくれるんだろ。任せるがよい。かぐやはここで待ち合わせなのだな。なるほどなるほど。見に来ちゃってよかったんでしょうか。いいんじゃない、邪魔しなければルール違反じゃないでしょう。葛藤、かぐや、かわいいです。もうヘチョかぐやとは呼べません。ねえシド、約束通りお腹空かせてきてくれた？まあそう言われたから、朝から牛乳しか飲んでない。何を食べに行くんだ？実はね、この先に隠れた路地裏の名店があるの。初耳だな。でしょ？すっごくおしゃれなフレンチの店で、名前は店の名前は、あれ？名前はいいよ、早く行こう。そうだね。ここなのか？そのはずなんだけど。なあかぐや、もうここでいいんじゃないか。俺腹減って死にそうだよ。フレンチはまた今度にしような。指導がそれでいいなら、じゃ決まりだな。へい、いらっしゃい。マイダリー。うまかった。こんなラーメン食べたことない。指導、もしかして知ってたの？いや、かぐやがここまで連れてきてくれなかったら知らないままだったよ。そっか、ならよかった。ごめんね、フレンチとか言って。美味しかったからあれだけど。気にするなって。次は絶対大丈夫。今ヤングに大人気のプールバーだから。はい？おかしい、ヤングでナウイプールバーじゃなくなってる。俺たちにはバーなんて早すぎるよ。ここで遊んでいこうな。イエーイ、勝ったな。おかしいな、なんでこんなことになってるんだろう。ラーメン食べてゲーセンなんて。いいじゃないか、俺は楽しいぞ。そう？まあ実は私もかなり楽しいんだけどね。どうかした？シド。いや、なんでもない。今日はありがとな、かぐや。こっちこそ。それでね、シド、実はごめん、今日のデートずっとこの本参考にしてて、本当は私のプランじゃないんだ。自分で考えようと思ったけど、なんか自信がなくてさ。そっか、見てた本が少しばかり古かったんだな。かもね。ごめん。いいって、かぐやも俺も楽しかったんだから、デートは大成功ってことだろ。そうかな。そうだ、シド。またね、シド。ああ。かぐやちゃんのデート終了しました。